こんにちは、レトスの小野です。いきなりなんですけれども、宅建に合格するためにあなたはいつも何を意識して勉強してますか？勉強中何を意識して勉強してますか？ほとんどの方があまり何も意識してないんですよね。で、あまり何も意識してなく、単に過去問を解いて解説読んで、なんか解説わかんないな、テキストを見て、そういうもんなのか、また次の問題行って解説読んで、そんなもんなんかっていうふうな形で勉強していては、いつまで経っても伸びません。まあ、いつまで経っても合格できないっていうことですね。で、今回一つのキーワード、何かっていうと、ストーリーです。ストーリー。何なのかっていうと、すごい記憶力がいい方っているじゃないですか。で、記憶力がいいんじゃなくて、記憶の仕方を知ってるんですよね。例えば、リンゴ、おばあちゃん、歴史。まあ、これ、今3つしか言ってないですけども、この3つをじゃあ覚えてくださいね。これを単に、リンゴ、おばあちゃん、歴史っていうものを、単体でこう覚えていくっていうやり方をしたら、今3つだから覚えれるかもしれないですけども、10個、20個になってきたら、これ覚えられないんですよ。その方たち何意識してるかっていうと、この一つ一つの単語を、一つのストーリーを作り上げて頭に入れるんですね。例えばですよ、リンゴを持ったおばあちゃんが、歴史の授業を受けてました。みたいな感じですね。そしたらそれが頭にこう浮かぶじゃないですか。そうすると、じゃあ、今覚えたことを教えてくださいって言われた時に、今頭にイメージしたことを絵として出してくるんですよ。そしたら、なんかリンゴを持ったおばあちゃんが、まあありえないですけどね。ありえないけれども、リンゴを持ったおばあちゃんが、歴史の授業を受けてんだ、みたいな。これでどんどん出てくるわけじゃないですか。これがすごく重要なんですよ。で、この後なんですけども、一つ、個別指導の受講者にだけ、お伝えしている動画があるんですね。で、そこは仏上大生についての動画なんですけれども、それちょっと一度見てみてください。そこでは何を伝えているのかっていうと、一つの仏上大の具体的な具体例、ここにあなたが入ってもらいます。つまり、このストーリーの中にあなたが入るわけですね。そうすることによって、イメージしやすくなるんですよ。単に第三者的にこう、ものを見るんじゃなくて、実際にあなたがその立場になって考えてみると、意外とわかりやすいんですね。イメージしやすいです。それをぜひ一度ですね、体験していただければと思っています。で、弊社がすごく重要だって言っている、理解する勉強、効率的な勉強、大きく分けて3つの要素に分かれてます。つなげる。まあ、つなげるっていうのは比較っていうのも、まあ、一つの種類になってくるんですけど、まあ、つなげる。あと、イメージする。まあ、これ具体例とかですね。あと、理由。理解をする。なんでそんなルールになっているのかっていうのを理解をする。まあ、大きく3つの要素に分かれているんですけども、今回、これから、お届けする仏上大は、その2つを使っています。つなげる、イメージする。で、これをぜひですね、この動画で見ていただければと思います。で、もう残り、試験まで8ヶ月ですね。8ヶ月で、じゃあ、どうやって合格に道、自分がね、合格のストーリーを描くのか。ここを考えたときに、今の勉強法で合格までの道のりってどうですか？描けてますか？これ意外と市販の過去問とか、まあ市販のもんでも、予備校からもらったもんでも、通信講座のもんでもあまり変わらないんですけども、内容自体は。変わらないんですけども、何も考えずにやるだけで、頭にどんどん入ってくるようなもんであれば、そんなに気にする必要はないんですよ。でも多くの場合が、そうじゃなくて、ちゃんと意識的になんかやったりとか、で、さらにはもっといろんなものを調べたりとか、大体このテキストが薄いので内容が、結局何言ってるか分かんない場合って非常に多いんですよね。そう、結果的に何しなきゃいけないのかっていうと、あなたはネットで調べないといけない。もしくはその他の書籍。これを使って調べなきゃいけない。で、そうなってくるとあなたは時間がすごくかかってきます。そうすると8ヶ月で合格するのははっきり言って難しいです。でも、理解をするためにはこれは避けて通れないです。ちゃんとこれをやらないと合格すべくして合格するのは難しいんですね。だからこれは絶対やってくださいね。調べる。理解をするために調べる。っていうことですね。これちゃんとやっていただきたいんです。それをやれば、8ヶ月では合格できなかったとしても、来年、もしくは再来年、いや合格できます。ちゃんとやれば。逆にそれをやっていなかったらどうなのかっていうと、今年はもちろん、運任せ。
来年も運任せ、再来年も運任せ、運任せで毎年、受験することになります。運よく合格すればいいです。でも実際私のところにご相談来る方で7回落ちている方 4,5 人います。その方は勉強ができないわけじゃないんですよ。勉強やって過去問も40点取って、もう過去問10年15年分40点取ってるんですよ。自分ではもう解けてるんです。でも法試験で解けないんです。何か単に覚えてるだけで何も考えてないんですよ。過去問解けば合格できるっていうような、間違った考えになっちゃってるんですね。もちろん過去問解くことは重要なんですけども、何も意識しないで過去問解いていても合格はできませんので、ちゃんとこういったところを意識しながら学習するってことですね。こういったことをぜひですね、やっていただければと思います。で、今から、仏乗台についての、実際の、個別証の内容をお伝えしますので、ぜひですね、これで一つ、学習していただければと思います。では、ご覧ください。はい、それでは今回仏乗台についてお話しさせていただくんですけれども、ここではつなげる、イメージする、具体例ですね、具体例をイメージする、この2つについて、ぜひですね、頭に入れていただきたい部分なんですけども、単に仏乗台ってどんなものかっていうのを言葉で説明しろと言われたとしても、なかなか言葉で言うのは難しいんですね。でも別に言えなくてもいいんですよ。仏乗台がどんなものなのかっていうのが具体的に、具体例が、示せたりですね、イメージできたりすればもうそれで十分、宅建の試験では、得点できますので、逆にそっちの方が重要なんですね。イメージできるようにしておく。でこれが理解の第一歩になってきますんで、ぜひ、イメージできるようにしてください。まあ、具体例を頭に入れてください。で今回その具体例2つ、出しますと。1つ目が賃料ですね。もう1つは火災保険金の具体例になります。でまず賃料についてなんですけども、あなたが B だと仮定してください。であなたが A さんに1000万円貸しましたよと。で1000万円大金じゃないですか。これ返ってこなかったら困りますよね。なんで何の保証もなく貸すって基本的にはないじゃないですか。普通ないですよね。だからもし A さんが建物を所有しているのであれば、ここに抵当権を設定すると。でそうすることによって、万一 A さんがあなたにお金返してくれないと、 A さんがあなたにお金を返さない、でそういった場合でも抵当権を実行する、つまりこの建物を売ることによって、まあ、競売にかけて売るんですね。そのことによって、お金を、そこで売れたお金からお金を、代金を回収すると、そういうことができるわけですね。これが基本的な抵当権のイメージです。これも一つ覚えておいてくださいね。抵当権って言われたら、あ、お金返してもらえなかった時、それを、保証するために、あ、建物あれば建物に抵当権設定して、もし返してもらえなかったらそれ売って、その代金からお金回収するんだ、この流れですね。これが抵当権なんだっていうような一つの具体例として頭に入れとくと、すごくイメージしやすいです。いろんな問題を解く上ですごく使えますんで、これは一つ頭に入れておいてください。で今回の事例は、ここから A さんがこの建物を誰かに貸してました、 C さんに貸してたといった場合です。これ貸すとどうなるかっていうと、A さんは C さんから賃料を回収する権利を有しますよね。持つわけです。つまり、賃料債権を A さんが持つわけですね。賃料債権。で、今回、仏乗台 E の話にここから入っていくわけなんですけれども、この抵当権を使って、今、建物が賃料っていう別の価値に変わってますよね。まあ、賃料債権なんですけども、それに価値を変えてるわけです。ここからお金取るっていうこともできるんですね。抵当権を使って。一般的な話で言うと、もう抵当権はお金返ってこなかった、返してくれないなら、先ほど言ったように競売にかけて、そこから、それで売れた、オークションで売れたお金から、代金から回収するっていう方法が一般的なんですけども、それ以外に、人に貸すことによって賃料が生まれているのであれば、その賃料から回収するっていう方法もあるんだっていうことですね。これが仏乗台の一つ目です。まあ、別のものに変わってるんですね。物の上に、変わる、まあ、地位っていう、まあ、意味合いなんですけども、まあ、これについてはあまりね、気にせずに、もう一つ具体例さえ覚えておけば十分なんで、建物が賃料という価値に変わりました。そこからも回収できるんだという話ですね。これが賃料。仏乗台の一つ目の具体例。賃料からも回収できるよと。まあ、A さんがちゃんとお金支払ってたらそれは別にいいですよね。だから債務不履行になった場合に貸してるなら賃料から回収できるんだと。あなたは取ることができるんだと。まあそういう話です。で、次。保険金、火災保険金ですね。これもあなたが A さんにお金貸し、1000万貸してました。で、抵当権設定してました。
で、建物が燃えちゃったと。燃えたらどうなりますか。まあ、火災保険に入っているってことを前提なんですけども、そうすると火災保険金の請求権っていうものが発生しますよね。これ誰が持つかっていうと、もちろん A さんですね。A さんがこの建物に火災保険かけてるので、A さんが火災保険の請求権を持つわけです。で、燃えちゃうと、これどういうことかっていうと、建物が今回は保険金っていうものに価値を変えるわけですね。ここからも回収できるんだよ。これが物上第一です。つまり、ここからこれをバンって取りに行く。取りに行くってことですね。回収していく。回収していくと。別のものに変わった、別の価値に変わった、その価値からも回収できるんだっていうのが物上第一です。この二つのイメージ、これを頭に入れておいてください。で、まあ、一つ目のポイントとしては、このイメージ、具体例ですね。これを頭に入れるっていうことですね。で、二つ目は、この賃料とか保険金っていうのは、支払われる前に、つまり A さんにこう支払われちゃったらもう終わりです。債権がないのでね。支払われていない状況であれば債権があるわけですよね。これだったら火災保険金の請求権っていう権利があります。賃料債権っていう権利があります。払われる前に差し押さえるってことですね。差し押さえる。で、差し押さえさえすれば、こう、回収できるんで。支払われる前に差し押さえてくださいね。これ二つ目のポイントです。支払われた後は回収できないのでね。その点ですね、注意していただきたいです。で、もう一つ。今回、物上第一、抵当権についてお話しさせていただいたんですけども、抵当権以外でも、この物上第一って実はあるんですね。これは、担保物件。抵当権も担保物件と呼ばれるもんなんですけども、担保物件実は4つあるんですね。抵当権、質権、先取り特権、留置権。はい、5つありました。抵当権、質権、先取り特権、留置権。4つですね。4つある、4つあると。で、今回抵当権の話したんですけども、留置権以外、つまり、抵当権と質権と先取り特権。これについては物上第一性があるんですね。つまり、こんな感じで、別の価値に変わってそこから取ることができるわけです。でも、留置権だけは実はないんですね。で、この担保物件でじゃあ何なの？これもまた、一言で言うのはなかなか難しいんですよ。なんで別にそれは覚える必要ないんですね。それよりも、質権ってどんなものなのかっていう具体的なイメージ、先取り特権ってどんなものなのかっていう具体的なイメージ、留置権ってどんなものなのかっていう具体的なイメージ、具体例、これを頭に入れる方のが、点数は取れますし、理解できますし、応用問題になった時に解けます。なんで具体的なイメージを頭に入れていっていただきたいんですけれども、今回、留置権については物上第一性がないってことがすごく重要なんですね。他のものっていうのは、物上第一性があるんですけども、留置権だけちょっと若干違うんですよ。で、留置権っていうのは、まあどういったものかっていうと、もうこれも具体例なんですけれども、例えば、あなたが時計屋さんでしたと。あなたが時計屋さん。私が、まあロレックスの時計がありました。壊れました。なんで、ちょっと修理してくださいっていうふうに、修理依頼しましたと。で、修理して直しますよね。で、直したらどうなるかっていうと、あなたは代金を請求する権利を持ちますよね。修理したんで。で、私は代金支払わなければいけないんですけれども、私がお金を支払わない、代金支払わない場合、あなたはそのロレックスをあなたの元に留めておくことができるんですね。留めておくことができる権利。これが留置権です。で、もし万一その時計が壊れて保険金になったとしても、その保険金の代金からあなたは、優先的に弁済を受けることはできないんですね。つまり物上第一性はないんですよ。留置権っていうのは、他の担保物件とは違って、あくまでも、私が、私にお金を払ってもらうのを、なんていうかな、促すための権利であって、別の価値に変わったからそこから回収するっていう権利じゃないんですね。あなたがずっとこれを時計を持っていたら、私は使えないわけですよ。だから早く払ってねっていう、そういった意味合いなんですね、留置権っていうのは。なんで留置権だけは除かれているんだ。まあ、これもイメージで、頭に入れていただければと思うんですけれども、こういったことを一つずつやっぱりイメージしてね、頭にぜひ入れていきながら、問題をどんどんこなしていっていただければと思います。